市です。ホームで勝ち点1というスタート、どう捉えてますか？まあ、自分たち の時間帯が多かっただけに勝ち点3取りたかったんですけども、まあ、最低限のことはできたと思うし、やっぱこれは次につながると思うんで、次は多いですけどしっかり、いい準備してまた戦いたいです。1点ビハインドの中、貴重なゴールになったと思います。振り返っていかがでしょうか？そうですね、あそこからまたこうグッと波に乗っていければよかったんですけども、まあ、相手の守備も硬くて、まあ、そこは課題かなと思います。勝ち点1でスタートしました。これから ACL での戦いに向けて何か手応え感じたものあるでしょうか？そうですね、やっぱ J リーグと違って球際の厳しさとかもある中での試合なので、しっかりその辺を戦って、綺麗なサッカーではないかもしれないですけど、しっかり勝ち点拾っていく戦いをやっていければいいなと思います。次からの戦いも期待しています。ありがとうございます。